寿司マリーナは、神奈川県寿司市、小坪の相模湾沿いにある複合施設であり、敷地内にはマリーナを中心に、マンション、レストラン、スイミングプールなどが配置されている。はじめは、西洋環境開発によって、開発、運営され、現在は、リビエラグループの所有、運営となっている。寿司マリーナから望む江ノ島と富士山9棟の、 分譲マンション、5カ所の共有会員制宿泊施設の、ほか、株式会社リビエラリゾートが運営するハーバー、レストラン、結婚式場、プールなどによって構成される。マンションは分譲された10個のほか、会員制リゾートクラブの、辻マリーナオーナーズが運営されている。ハーバーには、海上経流と陸上艇を受け合わせて、約280艇のクルーザー及びボート、 ヨットを置くことができるほか、ビジター用バースもある。新艇、中古艇の販売のほか、メンテナンスも受け付けている。マンションの販売仲介、お部屋のお掃除、お庭のメンテナンス、部屋のリフォームも受け付けている。リビエラリゾートクラブは、会員制のクラブで、ハイグレードなクルーザーやヨットのシェアリングを行っている。敷地内には、栄王寿司マリーナ、カフェ、 会員制テニスコートも完備している。分譲マンション住人やハーバー利用者用駐車場の他に有料駐車場は150台分用意されている。多くのマンションからは相模湾内の葉山城や江ノ島、遠く、富士山が見渡せる。毎月第1日にマルシェを開催、毎月ジャズライブを開催。辻マリーナの開発は 地中海のリゾート地をイメージしたマリーナとして西部、流通グループによって行われた。敷地は、図志市、小坪の岩礁を、鎌倉霊園造成工事の残土を用いて埋め立てることで造成され、1971年6月に開業した。港の陸上帝をけぶと、屋内プール開業後、1970年代中盤から1980年代終盤にかけて、 京急棟1226個のマンションが建設、分譲された。また、敷地内には、マリーナやプール、レストラン、ボーリング場など、各種施設も建設された。所在地は、東京都心から約1時間の距離であるにもかかわらず、湘南の海に囲まれ、ヤシの木がふんだんに植えられ、その地中海的雰囲気は人気を得た。道路標識などを隠すと、日本とは思えない。 海外風景となることから、1980年代後半のバブル景気期にかけては、しばしばトレンディドラマや映画、CM などの撮影も行われ、比較的最近でも日産自動車、シルビアの CM などの撮影に使用されていた。事業主であった、西洋環境開発が2001年に倒産。セコムによる管理は継続されたものの、実質的な事業主が、 不在のままに3年近くが経過した。その後、不動産投資会社であるリビエラファシリティーズが施設全体を買収、2004年以降には結婚式場の建設、プールの大幅改修、大型マリーナクレーンの導入、ボーリング場、マリーナボールの廃止など、施設老朽化の補修やリニューアル、新築などによる事業再建が試みられた。 ズシマリーナのマンション群リビエラグループ、リビエラグループリビエラグループ本館のみ、定期借地券、自動車にて、首都高速湾岸線カマリアジャンクション、横浜横須賀道路ズシインターチェンジ、朝日奈インターチェンジ経由。ありがとうございます。